お疲れ様です。3月6日水曜日朝6時の相場解説です。今日はね、1時間軸から見ていきたいと思います。これ、ご覧になってるのが1時間です。えー、前回ですね、えー、FX オリガラの日の皆様にはお話ししましたけども、天井が大体この辺りに決まりそうだよってことですよね。まあ、昨日は上昇波動をこのレンジの中で撮ってみたんですけども、上昇しちゃ落ちて、上昇しちゃ落ちて、 ということでついにここを突き破って下の方にブレーキしてしまったということがありますね。だから天井はまあまあここなんじゃないかなというふうにちょっとねここでマーケットを調整しなければならないところができました。そして下なんですけどもここにもちょっとねあの陰線陽線の束があるんですけどもまあここでしょうね。こことここ。ね下ひげがぐっと戻ったところでもありますんで。でちょっとここはみ出してますよね。 はみ出しているところは、やっぱりこのげ先を見るっていうところになると思いますので、まだ勢力喧嘩にあるかなっていうところです。まぁ、アルコールトルタとして考えるとね、絶対的に、全体的にですけど、赤で引きますと、天井と下がここまで来るかなと。で、黒で描きますけども、ヒゲを除くとね、まあ、このあたりで実体でまとまるんですけども、まあ、こちらのげを考えていくとこうなりますから、こういう形かな。 でここはヒゲの勢力圏内ですから、ここは特に強いですけども、ここもありますよということでね。上に戻っていく。まあ、実際ここ戻ってますけどもね。だから、コアなマーケットとしては、149円の962から、150円の、どうだろう、520あたりまでじゃないですか。この黒で囲ったあたりです。ここが今日のマーケットであって、下の方はヒゲ先にちょっとね、左右されますんで、ここもちょっと気をつけて見ていきたいなと思います。 最大で149円の715から150円の515ですんで、だいたい80ピップスぐらいの上下が見えるかなっていうことです。最大、最大でね。で、このマーケットを見ながらやっていけばよろしいんではないかなと思います。で、注意する点としては、あの、下落トレンドがもしかしたらね、もう短い短期的なやつですけども、始まってしまったのかもしれません。昨日のこの材料によって、 で、それが一時的な下落トレンド。この移動平均線が広がってるでしょ。で、えー、下落がもう一歩これ出てるかもしれないですよ、ここでね。うん。で、下落トレンドが起きたことが確認できるのが、このヒゲ先を抜けた時なんで、抜けた時にはもうすでに下落トレンド終わる可能性がありますんでね。ちょっとそれもぼんやりと考えながらやっていきましょう。多分今日の相場には影響出ないと思うんですけどね。うん。全体の、まあ15%ぐらい、そこを意識しながら、基本的には、 この大きなレンジオプションでやっていく。そんなところでございます。はい。じゃあ、冷やしの方を見ていきますね。冷やしはもうね、完全にレンジオプションになってるわけですよ。ここ最近ずっと、このプライスの間でしか推移してないでしょ。だから上下60ピップスとか70ピップスぐらいじゃないの、これ。冷やしでね。で、次4時間です。はい。4時間も、この、 4つのプライスの中に結局全て入ってますよね。こことここの間に、うん。特に先週とか先々週はここに集中してたわけですよ。まあ今もそうですよね。うんまあ、4時間でこういうふうにシンプルに捉えていくと非常に見やすくなってきますね、うんで。若干天井がだんだんこう削れてきたかなってことです。これ、これ。ここに当たらなくなってきたんで下がってきたんで 天井をここにしましょうかって話はしましたけどね。ね、百税の五一五でしょで。下がだいたいこの辺りじゃないかな。だから新マーケットはこの辺にまとまってくるんじゃないかなというとこですね。はい。それを踏まえてもう一回1時間を見ていただけたらどうでしょうか。このようにね。4本の赤いラインにまとまってきて、マーケットがだん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  ここからここまでのバラティーだったものが縮んできたでしょ。だから今なら結構絞りやすいレンジになったんじゃないかなってところですね。はい、じゃあ本日も頑張っていきましょう。